どうも、バーンです。2、3日前だったんですけども、水中の、琵琶湖の水中のゴミをね、回収しました。で、身分別なんで、燃えるゴミ、燃えないゴミ、そしてゴルフボールに分別していく作業を行います。それでは作業開始。はい、どうもです。守備よく分別することができましたね。あとは集積場所に持っていくだけです。でね、当初予定していたよりも、自然物、つまり葉っぱとか木の枝とかは、避けました。で、これをですね、もうすでに、琵琶湖の湖岸に打ち寄せている水草ですね。こういう水草と一緒に、湖岸の、のり面の部分、あの辺にあるんですけどね、のり面が、そこに重点、埋設していく作業も合わせて行います。それでは作業開始。Thank you.